はい、はい、こんな感じで、はい、でね、こうやってほらほら、うまそうでしょこれ。はい、どうもレベル3です。はい、皆さん元気ですか？僕はもう元気じゃないです。ということで今回はですね、皆さんに国語の授業をしていきたいと思います。酒という字はあれね、山水にね、鳥辺なんですよ。山水はね、水を表して、鳥辺はね、あのね、酒を入れるこう、とっくりみたいなのを表してるんです、あれね。あそこに水が入ることによって酒っていう、つまりどういうことかっていうと、これです。ということは、これが山水で、僕が鳥辺っていうことです。そこにね、水を入れていく。そうすることによって僕自身が酒になるんです。わかりましたか？誰もわかんないと思う。もうね、考えるんじゃない、感じるんだよ。じゃあ今回はですね、そんな私にとどめを刺す料理をやっていきたいと思います。名付けてフライドエッグ丼です。僕がもう本当にもう終わりたいんだよ、この4本目で。全てをもう無に返したい。もうセフィロス、俺はセフィロスなんだよ。全てを無に返す、そういう料理です。リュウジのバズレシピ、じゃあやっていきたいと思います。もうね、フライドエッグ丼っていうぐらいですからね、あのエッグをフライドしていくんですけども、今回はですね、この砂糖のご飯使っていきます。いつもの、まあ、砂糖のご飯使ってるんですけども、もうね、これもうズボラ飯の勢いですから、まあ、ちょっぱやですよ、ちょっぱや。これね、でもね、すげえ難しい料理なの、これ。なんでこれ4本目に持ってきたの、これ。ペース配分考えてるでしょ、これ。本当にもう。これもう失敗したらお蔵入りだからね、これね。フライドをエッグするんですよ、これ皆さん。あ、違うわ、エッグをフライドするんだ。じゃあまずね、バター、もう今ねご飯温めてるからバターです。バター、この作り方さえ覚えておけば応用が効くんです、このフライドエッグは。今回僕はもう卵1個でやりますけども、あの2個でも全然平気。クレーナズム町のバター 5g を熱します。そして僕にレモンサワーを流し込んでいきます。そして私が酒になるんです。そしてね、ここでね、フライドエッグなんでエッグをフライドしていくんですけど、まずね、バターを、ね、溶かしてください。これあ、ほんとうまいからね。そしたらね、卵ね、できれば L サイズがいいんだけど、今回はね、多分 M だね、これね。はい、はい、はい、こんな感じで、はい、でね、中火です。そしてね、フライドエッグって、まあフライドって今焼くって意味なんだけど、これね、折りたたむんよ。こうやってこうやってね、こうやって折りたたむ。両面焼きにするんですよ、これね。こうやって、あの、全体に香ばしさをつけたのが、このフライドエッグ。これね、うまいの。ここにもう、あの、もう調味料入れちゃいます。醤油がね、大さじ1、強ですね。ちょっとね、多め。はい、で、みりんです。みりん大さじ1です。はい。で、お、酒が大さじ半分。酒の、どこね、こうやってほらほら、うまそうでしょこれ。はい、もう完成で、火止めて置いとく。そしたら、シャワ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 はそこらへん。ご飯はのり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 、早く早く早く、のり早く早く早く、のりです。はい、のりをもう8つほどのっけ。はぁ、ない、どうすんだっけ、あとあと卵、卵を乗っける。ほら、どうよこれ、ほらこれだよ、どうよ、見て見て見て、ほら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 、どう、これ見て見て、ほらどう、絶対美味しいでしょこれ、絶対美味しいでしょこれ、絶対美味しい。イエーイ。そしてネギを、イエーイ。おほほほ、ブラックペッパー、これほら完璧、僕のあの晩ご飯フライドエッグ丼です。
ていい？食べていい？食べていい？食べていい？どうぞ。食べていい？あー、これですよ。ほら、うまそうだよこれ。完璧の半熟具合。これですよこれ。食べるよ、食べるよ、食べる。ん？うまっ。もう俺が、もう俺がセフィロスだわ。終わりの始まりだこれ。卵もめちゃめちゃうまいけど、タレがうまい。タレが、タ、ん？タレ、ん？タレどうした？ちょっと待って。七味、七味っていいですかこれ。これうまいねこれ。すごいよね、醤油と酒とみりんってね。だいたい醤油と酒とみりん入れとけばうまいからねこれね。七味も合うね。これ目玉焼きとじゃあ何が違うのって言ったら、やっぱね、両面焼いて香ばしさをつけてるとこなんですよ。香ばしいのがね、もうね、最高なのこれは。そしてね、やっぱね、レモンサワーに合う。むしろもうレモンサワーがすごい。何にでも合うから。うん。バターの香り。そのバター入れたら何でも美味しくなるから。バター入れて卵が入って、海苔が入ってるでしょ。で、そこに醤油と酒とみりんと味の素でしょ。もううまくないはずがないんだ。もう反則ですよ。本当に。もうね、これはね、料理界のミュウツー。遺伝子組み換え。で、もう、誕生した最高の飯です。もう本当に最強、誰が来ても勝てる、そんなミュウツーです。ということでセフィロスがお送りしました。はい、じゃあ OK です、お願いします。はい、はぁ、もうね、大丈夫じゃん、やりますか。座る？座る？レベル4からする？レベル4ではない。レベル4ではない。レベル3です。いいですか？はい、どうぞ。はい。